アルバニア北部、バルボナ峠、ディナルアルプス山脈は、南ヨーロッパ、バルカン半島の山脈。北は、スロベニア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、セルビア、コソボ、モンテネグロ、マケドニア共和国まで伸びる。山脈は、アドリア海沿岸に、北西から南東へ 645km 伸びる。北西のジュリアアルプス山脈から、シャルイコールコラップ3階までは、 北から南へ直接伸びる。最高峰は、北アルバニア、東モンテネグロの国境となっているマヤイエゼルサミネで2692メートルである。ディナルアルプスは、カフカス山脈、アルプス山脈、スカンディナビア山脈に次いで、ヨーロッパで最も険しく広範囲に伸びる山脈である。山脈は、大半が第2期及び第3期の白雲岩。 石灰岩、砂岩からなる堆積岩で一体をかつて覆っていた海や湖によって周回が形成された。5億年前から10億年前に起きたアルプス近く、運動の間、側面への巨大な圧迫で地層が折り重なり、北から東にかけての古く岩状な陸海周辺での大きな子において岩を少々断層させた。ディナルアルプスでは大体において、 平行な終極山脈から構成され、ジュリアアルプスからドリンガーの侵食により、山岳地帯が削られている北アルバニアと盆地になっているコソボ一帯まで首飾りのように伸びている。コソボ以南ではシャル山地とコラブ山地がそびえ、山岳地帯は南下して、ギリシャのピンドスとペロポネソス半島の山地、クレタ島、ロドス島、南トルコのトロス山脈まで続く。 マヤ・イエゼル・サボン・オリエンさん中世代の石灰岩がバルカン半島で非常に独特の形成を行い、カルストとして知られる地形を作った。第4期の表記が比較的小さな地質学的影響をバルカン半島にもたらした。永久的な氷棒はなく、氷河作用のわずかな存在が広範囲にある。ドゥルミトル酸、オリエン酸、そしてプレニの高い頂上にだけ、 氷河の谷と600メートル程度の低さのモレーンがあるだけである。しかし、北アルバニア国境での山並みがプロクレティエでは、主な氷河作用のために、ディナルアルプスでの全般的な地理傾向に逆らって、東から西へ走っている。ディナルアルプスの現在の光景に大きな重要性を与える地形の一つは、さらに詳細にわたるとみなさなければならない。石灰岩質の地は、 しばしば断層作用を付随させる。これら作用は激しくそして侵食が遅く、時にはギザギザの急斜面として持続する。また、至るところで急斜面の山海と渓谷が高い斜面を排水していく川によって咲かれる。ヨーロッパで最も広い石灰岩質産地の一例はディナルアルプスのカルストである。ここは、手つかずで人口密度が低く。 国中を旅する人なら幾度もカルスト独特の地形に遭遇する。石灰岩は多孔性岩でまた非常に硬く侵食に強い。科学的作用で石灰岩を溶かす水は最も重要な腐食性の力である。水が石灰岩の隙間を通って浸透し、亀裂と溝を開くとかなりの深さになり、地下排水システムが全体的に拡大するほどである。 以後の千年間に、これらの作用でさらに深くなり、巨大な水のない洞窟、穴、ホラー穴を残し、水路とシャフトの地下迷宮を作る。これらの洞窟の一部の天井は、大きな垂直な面の谷間を作って、再度表面を水にさらすことで、いつか落ちるかもしれない。ディナルアルプス山中の川の多くの素晴らしい谷、例としてブルバス川、ネルトバ川、タラ川、リム川は有名である。 部分的に水中に沈んだ西、ディナルアルプスは、クロアチア沿岸に、数はまたの島と天然港を作った。ディナルアルプスの谷沿いだけがカルストを横断して、往来が可能であり、道路と鉄道のトンネルは険しい崖と急流がとどろく、狭い岩棚の上を通過する。水源と川のいくつかは、ディナルアルプスにあり、歴史ある、ディオクレティアヌス宮殿の水源となった。 ヤドロ水源が含まれている。同時に、これらの岩の混じり気のなさは、川が透明に透き通るほどである。土壌を作る残りカスもほとんどない。ヤドロ川の水質調査では、例えば汚染物質レベルが低く出される。岩壁は、植生が軽うじてある程度で、白さが目立つ。しかし、くぼみに集まった、わずかな土壌が、青々とした植生を助けるか。 工作可能な狭い土地を生み出す。取り出の遺跡が産地の光景に点在し、数世紀の戦争の証と避難所のあるディナルアルプスは、多様な軍事勢力へ場所を提供してきた。紀元前3世紀に東アドリア海沿岸を征服したイリュレア人は、バルカン半島征服を始めた古代ローマに反抗してディナルアルプスへ隠れた。紀元前168年にローマは、 イリュリア全土を征服した。ディナルアルプスは、紀元14年に完全に一帯が服従させられるまで、イリュリア人抵抗勢力をかくまった。山脈は、今も人口密度が少ないままで、林業と工業がディナルアルプスでの主要経済活動となっている。山に住む人々は、世界有数の身長の高さを記録しており、17歳男性の 平均身長は 185.6cm、17歳女性の平均身長は 171.0cm である。ディナルアルプスの主な峠は以下のものである、次のクロアチア内の海岸山脈もディナル、アルプス山脈の染み役として扱われる場合が多い。ありがとうございます。